どうも、マサズアウトドアチャンネルにようこそ。マサニーです。そしてジェンコのポリタンです。さあ今回はジェンコさんで撮影させていただきます。よろしくお願いします。さあ今回ですね、まあここにも、もうすでに出てますが、新屋さんの私物紹介ということで、今回のくくりは、新屋さんの私物のカーハートということで、はい、動画撮影させていただきます。よろしくお願いします。カーハートは、いつ頃から集めてるんですか？多分一番最初買ったのは、はい、イーズ時代に。あ、じゃあ結構前、そのリペアするワークウェアとして。ああ、なるほど、はい、作業着として買ったんですか？そうそうそう、チョアジャケット、まあこういうチョアコートとか、はい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 、なんか2枚ぐらい持っとったな。あ、そうなんですね、うん、今もうめちゃめちゃ高いじゃないですか、うん、昔どのぐらい その値段の層だったんですか？今より半分ぐらい、うん、あ、そう、半分以下？1万とか出した記憶ない。そうなんですね、うん、1万以下ですか、うん、その時代俺知らないっすわ、うんうん、なんかそんな感じだったけど、まあもともとじゃ作業着、本当の作業着として、うん、使用してたって感じですか、うん、まあもちろんかっこいいから、その、うん、まあそのなんていうか、アメリカ人の、まあ、パンツとかさ、はいはいはい、あ、パンツも持ってたんですか、うん、膝当てあるやつとか、ダブル2ダブル2の、うん、はいはいはい、ダウンもブラックも持ってるし、はい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 、まあ今日は上しか持ってきてないけど、パンツもオーバーオールも持ってる、カーハートも、うん、それダックスか、ダックこのブランド、そうなの、じゃあ結構前からまあ所有はしてたけど、うん、まあ結構入れ替えもありつつって感じですか？そうこの辺は、うん、その最初に買ったやつとかはもう入れ替えて、はい、うちの店で売ってしまった。あ、そうなんですね、うん、手放しとる、まあ、それはサイズ感とかですか？そうあ、まあ、サイズ感だったり、はい、まあこっちのその買ったやつの方が良かったりとか、はい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 、はい、でまあ入れ替えしつつ、今はこんな感じで所有してるという、まあ、上は、まあ、下もありますが、今回は上だけということで、じゃあ早速、一つずつ紹介していただきます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、まあ1枚目は、はい、まあ定番ですね、チョアコート、定番ですね、はい、これチョアコート、ミシガンチョアコートっていうのかな、ミシガンチョアコート、正式名称はそうなのかな、へえ、そうネットで書いてあったけど、はい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 、これ年代的にはこれ80年代、まあ、ちょい古いやつですね、うん、中期ぐらいだよね、うん、はい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 、これサイズどんぐらいですか？これ40なんだけど、はい、この頃の40ってあんまりでっかくないんで、うん、あ、そうなんですね、うん、だから、まあちょっと緩いぐらいで着とる、うん、カーハートはちょい緩推奨ですか？まあ、着方にもよりますか？ どっちともジャストかちょい緩ぐらい、ダボダボはちょっと嫌だ、はい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 、これジャストで着てもかっこいいですもんね。かっこいいよ、うん、まあ普通にデニムのカバーオールみたいな感じで着ても全然かっこいいですもんね、うん、こいつは裏地なしなんで、あ、より着やすいやつ、春とかでも着れるし、はいはいはい、まあ、やっぱこのブラウンというかこの色が定番で、うん、まずは抑えておきたいカラーですか？そうそう、だからこのタグの時のブラウンって、うんうんうん、濃いんよね、今のダックより、はいはいはい、はい、本当にブラウンって感じだよね、もっとベージュみたいな、そう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 、今の色は、うん、あ、はいはいはい、だからこの色すごい好きで、うん、まあ、大人っぽく着れるのは絶対こっちですもんね、うん、そうだね、うんうんうん、いや、これかっこいいな。これいつ頃買われたんですか？かなり昔ですか？いや、でも店はやっとるね。ああ、はいはいはい、うん、5、6、7、まあどこそのぐらい、そんぐらい、うん、まあ定番品なんで、このカラーは持っとかないとみたいな感じですか、やっぱ、うん、カラー的にも、そうそう、うん、まあでもこのやっぱ裏地なしがやっぱいいっすね。裏地なしはね、いいです、うん、まあ基本ブランケットかキルティング、うん、まあこの形だったら基本ブランケットですよね、うん、うん、もう探すと裏地なしってなかなかないんじゃないですか？裏地なしはあんまりないね。そうっすよね、うん、あんま 見ないような気しますね、うん、でもまあ俺が欲しいのは裏地なしなんですけど、ね、着やすいじゃないですか、やっぱ、あと着膨れもしないし、そう、うん、ちょっとスタイリッシュにやっぱ着たいんで、うん、なんか結構ね、その一番こう着る幅が広いっていうか、はいはいはい、まあ、中にも着込めるし、うん、まあ、白 T 一枚に羽織ってもかっこつくしっていう、サイズ感とこのカラーと、まあ、裏地なしっていうところも相まって、これが一番なんか使いやすそうというか、一番欲しい感じのモデル数、僕的には、うん、かっこいいな。これは一つ目ですね、はい、はい、
80年代の超高とですね、うん、はい、はい、続いていきましょう。次も昭和なんだけど、はい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 、白、うん、白ですね、白です。でこれまあこことの色違いで、うん、まあ、ブランケット付きですね。そうです、こっちは、まあ、一番定番な形で、はい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 、で白色で年代も、80年代ぐらいかな、89年のね、100周年の時の、アニバーサリーモデルみたいなことっすか。まあ、タグとボタンに、あ、はいはいはい、いや、はいはいはい、100周年の、これかっこいい、いいなこれ、白っていい、白めっちゃいいっすね、白めっちゃいいっすね。どっちが来ます、頻度的に。まあでも裏地あるな、今ある、うん、ありますか、うん、でも最近またちょっと白着とるね、うん、店でも着とるし、白も結構大人っぽいカラーというか、うん、大人っぽいよ、うん、ですよね、うんうん、こっちよりも大人っぽい感じ出ますね、うんうんうん、かっこいい。これ下何持ってくるんですか、白の場合は。まあ、こっちは結構アメカジ色、うん、今で言ったらアメカジ色強いじゃないですか、うん、やっぱ、まあ、だからまあミリタリー持ってきてもいいし、うん、インディゴでもいいし、うん、まあ、ブラックデニムでもいいし、じゃあちょっとスラックスはどうかなみたいな感じで、うん、こっちはどんな感じで合わせますか。俺スラックスとかでも全然、あ、やっぱりこっちは綺麗な印象というか、うん、大人っぽい印象で使えるから、うんうん、ちょっと下はドレスでも合うというか、うんうん、なんかこの白にこのパンツ塗ってきたりしてもいいし、あ、まあ、ゴリッとワークに振っても全然、全然いい、なるほど、うん、これいいっすね、白大人っぽく着るのかっこいいっすよね。そう、このサイズはジャストぐらいですか。これは、うん、38、6、あ、表記が消えかけとる、はい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 、まあちょいゆるぐらいで切れとる、これが38かな、はい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 、うん、まあまあカーバーオール、まあ、このねカーハートのチュアコートはまあちょいゆるでも全然、うん、全然、うん、いいって感じですよね、うん、いやこれかっこいいな。これが2つですね、はい、100周年のチュアコート、うん、ということで、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。続いていきましょうか。ではアクティブ、はい、アクティブパーカー、うん、これがカラーがモスグリーン、モスグリーンか、緑ね、はい、まあ、ちょっと画面で伝わるか分かんないですけど、うんうん、これかっこいいですね、うん、これも年代的には新しめ90年代、はい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 、で、インナーが、メッシュのメッシュタイプですよね、うん、これ結構今で言うと、うん、アメカジ男子的なちょっと若めの層が着てるイメージあるんですけど、うん、アクティブは特に、うんうん、まあ、大人が着てもかっこいいアイテムなんですか。そうそうそう、うん、だから流行りカーハートの人気が上がってきて、はい、うんうんうん、でこうアクティブジャケットとかをその若い子たちが着る、はいはい、結構だからオーバーサイズでストリートっぽい感じでキャップみたいな、うん、そうそう、感じが多いと思うんですけど、うん、イメージ的にも、うん、でそれを見て、はい、でまあカーハートは別に昔から俺も馴染みあるし、仕入れ行った時とかにさ、うん、見るようになってくるよ、どんどんなんていうかいっぱいあるようになるっていうか、あ、それ流行りだし、うん、仕入れてるから、うん、はいはいはい、はい、でこう見とった時に、うん、でまあ、あ、いいなっていうのがそのアクティブジャケットで何枚か出てきて、はい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 、で着たことねえなと思って。あ、なるほど、うん、はいはいはい、でまあその若い子たちが着とる感じじゃないしさ、うんうんうん、年齢的に、うんうんうん、そうですよね、どうなんやろうなと思って、うん、その1枚買ってみたんよね、はい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 、思ったら、あ、これいいやんってなって、それ1枚目何色買ったんですか。赤色、赤、うん、ぶっ飛ばしてますね、うん、まあなんかたまたまサイズ的にもそれが良くて、はい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 、でまあちょっと着たことないカーハートの色、はい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 、はい、着てみようと思って、うん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 、でなんかすごい気に入ってそれ、あ、なるほど、うん、で、そこからまあ結局入れ替えが始まるんやけど、あ、はい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 、で勝ち残ったのがこのまずはオリーブ、まずはオリーブ、あー、これでこれどんな感じで着るんですか、新庄さんだったら。これね、でもね、うん、なんかね、ショートったっけでさ、はい、フードついとるから、うんうんうん、ちょっと寒い時とかにパッてフードかぶれたりするわけ、はい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 、でショートなんで車の運転とかも楽ない、うん、なるほどなるほど、しかもリブだし、そうそうそう、なおさ ら最近ね結構着る機会多くて、へー、うん、でもまあちょっとやっぱりその
ストリート寄りなデザインではあるから、そうっすよね、まあ、あまりシンプルにジップアップパーカーの形ではありますもんね、スラックスとかっていうよりは、うん、まあワークパンツとか、あ、まあデニムだったりとか、まあ、ちょっとそっち寄りというか、そっち寄りだね、これもかっこいいっすね、うん、なぜモースグリーンを選んだんですか、最初赤いって赤いって黒いって、あ、黒もいってたんですね、ネイビーいって、はいはいはい、でこれ増えたって感じ、あ、うん、この色が結構気に入った感じですか、じゃあ、なんか持ってないダック時の色だったから、あ、はい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 、確かに、ああと思って、はい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 、で多分さ、うんうん、これのデトロイトがむちゃくちゃ高いんでしょ、ジョニー・デップモデルね、そうっす、多分そうだな、ジョニー・デップが着てたんだ、うん、確かに、あ、そうっす、確かに、うん、そうそうそう、はい、だからまあなんていうかこう割とこう変える、うん、値段で出てきたから、ね、ああなんか持っといても着るなと思う。はい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 、うん、なるほど。まあ普通に作業着としても着るし、うん、まあ普段着でも全然使えるしっていう。これかっこいいっすよね。まあ、定番品で。うん、なんか一、枚なんかもううちの玄関みたいなところにポンとかけてあって、はいはいはい、あ、さっと出れるよ。なんかちょっと出る時とか、はいはいはい、パッと羽織って。フードかぶって、あ、なるほど、みたいな感じで結構使う、はあ、まあ使いやすさ重視ってことですよね、この辺は。そうそうそう、まあ、でも見た目ももちろんかっこいいですし、うん、別になんか汚れても濡れても何でもいいしっていう、まあ丈夫ですもんね、そうそうそう、まうん、これが3つ目ですね、うん、オリーブの、アクティブジャケットみたいな、はい、続いていきましょうか、続いて、まあ、またアクティブなんですけど、これがね色がやばい、ネイビーの、ネイビーフェードの、でこれも年代的にはこいつもね、こいつ80周年のやつ、あ、そうなんですね、うん、へえ、でサイズも結構これジャストに近い、これねちょっと小さいですよね、これあのね L ってなっとるけど、はい、多分これボーイズとか、あ、ボーイズなんですね、うん、こっちよりちっちゃいから、明らかにちっちゃいですね、うん、こっち M なんにこっちがちっちゃいから、はい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 、多分ボーイズとか、あ、うん、なるほど、だからまあS サイズぐらい、うん、メンズ S ぐらい、うん、あ、これめっちゃいい、この色ですやばいっすね、これ見つけた時はめっちゃ上がった、うん、でしかも俺黒からこいつにしとるからね、あ、そうなんですね、うん、あ、黒でもっと着たいっていうかさ、絶対使うやつ、絶対使うやつやけど、こっちの方が使うと思って黒出した、はい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 、うん、まあこれはもうこのフェード感っすよね、このナスコンになってこのフェードが出とる感じ、ナスコンってなんでこんなかっこいいんですかね、たまらんよね、たまらんすよね、全部かっこいいですよね、ナスコンのものは、こいつはもうちょっと殿堂入り感がある、うん、あ、もう、はい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 、はい、そうだし、うん、ネイビーこうなるよっていう、あ、はいはいはい、ものでもあるから教科書にもなりますもんね、そう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 、でサイズもボーイズなんで、うん、深夜さんでジャストサイズ、そうですか、これは、うん、こいつ一番ジャストサイズ、あ、はい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 、はい、サイズ的にも最高だし、うん、物としても最高にかっこいい、そうそう、だからまあジャストサイズのやつと、ちょっとワンサイズ緩いやつと、あ、まあ、この2枚、うん、あればもういいかなと、まあ次じゃ色が出てきたらこいつどうしようかなぐらいですか、まあそうだね、あ、サイズ的に、うん、でもまあでもサイズは2つ欲しいですもんね、うん、ちょい色は絶対やっぱり欲しいじゃないですか、カーハートの場合は、今さ、うん、その俺の持っとるそのジャケットのカーハートの空張り的に、なんかちょうどいいバランスっていうか、確かに確かに、だいたい揃った感じ、はいはいはい、感じがあるから、うん、まあ、なかなか動くことはないかなって感じ、そう、うん、あんま動かんなっていう、なるほど、うん、まあ、その中でもこれやっぱ殿堂入りですよね、殿堂入りやね、これかっこいいっすね、これが4つ目っすね、うん、4つ目は、ナスコンの、うん、アクティブパーカーということで、はい、続きましていきましょう、これもかっこいいっすよね、赤ですね、はい、赤、こいつはなんてモデルですか、こいつ赤のサンタフェジャケット、これもサンタフェなんですね、うん、エリついとるやつがねありますよね、うん、そっちの方がポピュラーだと思いますが、ちょっとボンバージャケットタイプっていうんですかね、これ、うんうん、首が、リブタイプですね、そうですね、うん、これでも珍しい形じゃないですか、あんまり見ないような、なんかな、やっぱ襟付きの方が多いような気はしますけど、なんか逆に俺リブのが欲しかった、あ、そうなんですか、うん、妥協してこれですか、うん、あのね、うん、すんげー探しとった、あ、なるほどなるほど、はいはいはい、これ、うんうん、入れ替えで自分のにしとる、あ、そうなんですね、サンタフェの黒を出しとる、あ、リブの襟付きの、あ、襟付きの、うん、
あでこっちが欲しかったの。そうそうそう。そうなんですね。なんか、うんうん、一番飛ばした色欲しかったサンタフェが。はいはい、なるほど。はいはいはい。もう赤いいなって。この赤でもめっちゃいい赤っすね。でアメリカの赤っすね。そうそうそう。これかっこいいな。でこれを、まあ、自分のに入れ替えて、したって感じ。この年代的にどんなもんなんですか。これ90s ぐらい。90年代。うん、ああはい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 。ね、まあこれもまあだから色と、うん、この形ですか。そうそうそう。ボンバージャケットタイプというか。で中も、メッシュで着やすさもありつつっていう。うん、俺ブランケットと、はいはいはい、あのフリースみたいなやつあるやん。ありますね。俺あんまりあの2つ好きじゃなくて。あ、袖通しとか着やすさすかやっぱ。そうで、あのね、あのフリースの方が特になやけど、暑すぎるんよね。ああはい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 、はい、暖かいんだけど、だから最強の防寒着としてはいいですがってことですよね。うんうん、そうそうそう、うん、なんか普段する自分の格好に、うんうん、なんか合ってないっていうか、フリースのやつも、あの一時期その、うんうん、うちの手元にあったことあるんやけど、はいはいはい、なんかねやっぱ汗かいてさ、ああなるほど、うんうんうん、なんかあっちってなってしまって、でキンクなったんですか。キンクなって、あでまあもう出したんだけど、はい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 、うん、だからなんかこれは、うんうん、メッシュか、うん、キルティングか、はいはいはい、がいい感じですか、うんうん、かない、まあ同じなしなしか、うん、ああなるほど、これかっこいいですね普通に。意外とこれかっこいい。うん、赤、この発色の強い赤ってパンツ何合わせるんですか。あーでもなんかすげえ難しそうなイメージあるんですけど、うん、まあ、色が強すぎて、まあ、黒か、あ白か、はあはあはあ、あとあのミリタリーパンツの緑とかオリーブ、あーなるほど、その辺ならまあ合うかなって感じですか。あと迷彩パンツとかも合うよね。あ迷彩合うんや、赤は迷彩合うんですよ。そうなんですね。へえ、なんか、あそうなんですか、うん、なんかいいな。へえ、結構大人がしてもかっこいいですかそれ。そうだね、まあサイズバランス間違わなければ、うん、なるほど、面白いなそれ。意外となんかね、まあでも割と何でも合うんですよ。じゃあそうそう、なんかちょっと赤に苦手意識みんな持ちすぎ。いや確かに確かに、うん、いやかっこいいから、はい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 、赤チェックとかみんな苦手ですもんね、うん、そうそうそう、超かっこいいのに、うん、確かにこれかっこいいですね。これが5つ目ですか。5つ目はね、の、サンタフェ、はい、ジャケットがございますね。赤いサンタフェ、赤のサンタフェ。続いてラストですね、はい、はい、ラストいきましょう。これが一番かっこいい。はい、黒のデトロイト、はい、黒デトロイトですね。これめっちゃここにポケットないんやけど、ああそうですね、ここにじゃあ、ジップのポッケがつくタイプがまあ定番品だと思いますが、うんうん、これもかっこいいな、いいフェード感で。そうで、これサイズはどんなもんなんですかね。まあ、M ぐらいだと思う。あ消えて、はい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 、他の M のやつ着たんとあんま変わらんから。あなるほど、うん、でこれ内側がキルティング、これが嬉しいっすよね、やっぱ最高。まあ基本ブランケットじゃないですか、うん、これキルブラックキルティング最高っすね。着心地が全然違う。あそうっすか、全然、あ、うん、これも殿堂入りっすか。殿堂入り。だからそのなんか、うんうんうん、今人気だから今高いから、はいはい、着るじゃなくて、はいはいはい、ほんと着やすくて、うんうん、でかっこいいし、うん、着とる。あなるほど、うん、いやこれはマジでかっこいいっすね。でも、うん、キルティングめっちゃ少なくないですか。でも少ない、ほぼ見ないっすよね。すっげー少ない、うん、でこのちっちゃいサイズ、もうさらにバイプッシュで少なくないですか。少ない少ないですよね。キルティングが一番ライダーとしては俺は好きで優秀です。軽いし、まあ袖通しもいいし軽いし、暑すぎない、うん、暑すぎんし、あったかいけど暑すぎないですよね、うん、そうそうそう、だからねキルティング、だからもうなんかそのこんなんとかも、うんうん、ブランケットじゃなくてキルティングやったら最高やし、あなるほど、うん、常にキルティングのやつは探しとる。あそうなんですね、うん、でなんかそのカーハート着とる人たちにも、はいはい、キルティングのやつ一回着てみてほしい。あなるほど、うん、まあ基本ブランケットですもんね、うんうんうん、めっちゃ楽やから。軽いし、まあ、軽いし軽さも出ますもんねやっぱり、うん、この辺はめちゃめちゃかっこいいっすね。だからなんかこれを自分の所有物として所有する日が来ると思わなかった。これ最近ですか。いやもう結構前2年
あ、じゃあでもあの人気出る前ぐらい。いや、もう出とった。もう出とった時期。ね、うん、あ、今ほど高くはないけど。あ、そうっすよね。うん、なんだろう、なんで急に言い出したみたいな時だった。はいはいはい、なるほどなるほど。うん、でその時にまあ、いいサイズでキルティングだしっていうことですね。黒なんて今もう買えないっすよね。うん、だからその黒でキルティングでデトロイトっていう、うん、で、はい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 、もうアイサイズ、あ、はい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 、こんな条件揃ったもんが、うんうんうん、その出てくると思ってなかったから、あ、なるほど、あ、びっくりしたマジでこれ買い付け抜いたんすか。抜いたすぐ抜くすもんね、やっぱ一回も検討出てない迷いも背中すか、着て帰ってきためっちゃ欲しが、めっちゃ欲しいやつですかね。まあこれは電動入り、うん、この2つはもう電動入りですか。そうだね、こことこのブラスコン、赤も電動かな、これもそうなんですね、すごい気に入って、はい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 、じゃあまあカーハートを選ぶときは、まあ本当年代気にせず、うん、サイズとインナーの種類と、うん、まあ、カラーバランスか、はい、あ、ぐらいですか、うん、そうだね、うーん、なるほど、面白い。じゃあこの辺はちょっとまあ入れ替えあるかも、かも、この3つはもう電動入り、うん、でもこれはもうあれも上がりっすよね、もうカーハートな、だ正直上がりっすよ、うん、今もう買いたいものはないっていうか、あ、あ、これ狙ってるなーはな、もうないですよ、これはない、正直、あ、うん、別になんかデトロイトの違う色欲しいとか、はいはいはい、ないし、あ、はい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 、うん、でまあ色的にもまあいい感じです、まあ、まあ、ほぼフルで、うん、揃ったし、うんうん、確かに、うん、いいラインナップですね、これは。いや、いいよ、マジでやっぱカーハート今人気じゃないですか、うん、買い付け先で もう昔と量全然変わってますもん。うん、変わっとる。あ、そうなんや。でも値段ももちろん、値段はめっちゃ高い、うん、でもやっぱ見る数は昔よりはかなり増えてる、うん、全然多い、あ、だからその 目にはできるよ、はい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 、まあいろんなモデルで状態含め、うん、サイズ含め、うん、でもやっぱりその若い子たちが人気だから、はいはい、うん、デカサイズで、ああはい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 、だうちが欲しいサイズとちょっとやっぱ違うから、そうですよね、なかなかないっていうか、まあ、LLL がやっぱり市場的にはみんな欲しい、うん、いいサイズですもんね、うんうん、でまあボコボコのやつも多いし、はい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 、だまあちょっと雰囲気的な要素で、うんうん、絶対買わんわけではないけど、ああなるほど、うん、はいはいはい、そういう雰囲気ものも入れるけど、はいはいはい、まあ、仕入れでもちょっと買ってきたけど今回、はいはいはい、うん、でもまあ、はなるべくダックがちょっと柔らかくなったぐらいの、ああ、うん、はいはい、まあまあ着やすい、そう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 、時期のやつ、うん、それぐらいのやつがやっぱ狙っとるから、ああなるほどなるほど、うん、その買うに至るのはすごい少ない、うん、ああなるほど、まあまあ市場的にも結構ね値上がりをしてますからね、いやもう全部高い、ね、全部高いですもんね、全部高い、うん、昔だからサンタフェとか全く高くなかったっすもんね、うん、不人気モデルも今全部高いですもんね、うん、そうチョアとかデトロイトが高すぎて、うん、それをいけない子たちが次のモデルに行ってそれが上がってるみたいな、うん、そう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 、あことですよね、でもあの名もなきモデルもいっぱいあるからさ、あそうなんすね、うん、なんか足して2で割ったやつみたいなのとか、あそうなんすね、あったりして、へ、うん、だからデトロイトにフードついたやつみたいなやつとか、いやそうなんや、うん、へえ、でも多分、うんうん、それを見せてもみんな欲しいとは思う、ああやっぱ定番品の方が買うならそっちがいいじゃんっていう、あそうなんですよ、そんなのもあるんですよ、なんかその名もなきモデルのやつはなんか変な色もいっぱいあるし、うん、あそうなんや、へえ、なんかいろいろ、うんうん、なんか見とってかっこいいなって思うやつあれば全然買いたい、あそうですよね、うんうん、別にそこね、そこじゃないですもんね、うん、そうそうそう、かっこいいけりゃ全然いいんやけど、はいはい、うん、いかんせんかっこよくないんですか、ちょっとあやっぱりなんか、うん、微妙やなみたいな、うん、まあ、買わないってことはそういうことですもんね、そう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 、あなるほどなるほど、まあそんなこともあるんですけど、ね、もう本当にいやアメリカ行ったらさ普通にワークウェアだから、うんうん、そうですよね、本当ありとあらゆるなんていう形があるって、はいはいはい、こんなもんじゃないですもんね、そう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 、あ、はい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 、おしゃれの目線で作っとるものじゃないからさ、あそうっすよね、ゴリゴリワークの、はいはい、働くためのそうそうジャケットですもんね、あるから、はい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 、なるほど、そんなのあるんですね、ということで今回は、新谷さんの私物のカーハートの紹介していただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、はい。
まあ、まだまだありますよ。まだちょっとなんかいろいろ。あと1本、いや、あと1本ぐらい多分。はい、ということでまだまだ続きますんで、皆さん今後ともよろしくお願いします、はいはい、こんな感じで、今回は終わろうと思います、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。